島くつば普及推進室は、島まくつばの普及・継承に加え、音声記録や文字記録を残すアーカイブ事業などを担当するため、今月から設置された新しい部署できょう午後、看板が設置されました。 10年前から島まくつば普及推進計画を進めていて島まくつばを挨拶程度以上使う割合を現在の28.6%から2031年度までに60%まで増やすことを目指しています。